こんにちは。明日来るの案内人です。突然ですが、2024年は複数の大災害が日本を襲うと言われているのを、皆さんはご存知ですか？2024年1月1日16時10分、石川県能登半島をマグニチュード 7.6、最大震度7の大地震が襲いました。能登半島地震では、現段階で死者240名、重傷者320名に加えて、住家被害も激しく、全壊3125棟、半壊4067棟という大きな被害をもたらしました。また、能登半島地震から1ヶ月が経過した今でも、地震活動は活発に続いており、震度1以上を観測した地震が1600回、そのうち震度5弱以上を観測した地震は17回にも及びます。能登半島地震のような大地震が何度も起こると思うとゾッとしますよね。今回は2024年に起こると言われている大災害について解説していきます。過去5年間の地震を紹介。まず過去5年間に起こった地震を紹介します。九州地方全域に多大なる被害をもたらした2019年1月3日18時10分に発生した熊本県の大震災はマグニチュード 5.1、最大震度6弱を観測しました。震度1以上の地震は2019年で1559回、そのうち震度5弱以上の大きな地震は9回発生しています。2015年から4年ぶりに2000回を下回りましたが、それでもかなり多いと言えるのではないでしょうか。2020年には茨城県沖でマグニチュード 5.7、 最大震度5弱の地震が発生。東京都内でも震度3を観測した大きな地震ですので、記憶に残っている方も多いのではありませんか。2020年は震度6弱以上を観測する地震はなかったものの、震度1以上の地震は1704回に達しました。4月から5月にかけては長野県と岐阜県の県境付近で群発地震が発生し、2020年5月に日本全国で発生した213回の地震のうち半数近くの104回を占めました。2020年で最も強い揺れを観測したのは2020年3月18日石川県能登半島を震源とするマグニチュード 5.5、 最大震度5強の地震で、地震の中心である新大に近かった輪島市では建物の一部に損壊が出るなどの被害がありました。2021年は震度1以上の地震が過去5年間で最大の2406回にも上り、2000回を超えるのは3年ぶりとなり、震度3以上の地震233回を超え、そのうち震度5弱以上の地震は10回発生しています。2021年2月13日に福島沖でマグニチュード 7.3、 最大震度6強、2021年3月15日には和歌山県北部でマグニチュード 4.6、 最大震度5弱など大きな地震が複数発生しています。2022年には2020年でマグニチュード 5.7、 最大震度5弱の地震を観測した茨城県沖でマグニチュード 6.0、 最大震度5弱の地震が2022年5月22日に、茨城県南部でマグニチュード 4.9、 最大震度5強の地震が2022年11月9日に発生しています。同じ年に近距離で大きな地震が来るのは本当に怖いですよね。2022年に日本国内で起きた震度1以上の地震は1945回に達しました。2000回を超えた2021年に比べれば減少していますが、震度5弱以上の地震はなんと15回と2021年を上回っています。2023年6月11日、北海道浦河沖でマグニチュード 6.2、 最大震度5弱を観測しています。北海道浦河といってもピンとこない方は多いのではないでしょうか。皆さんは北海道全域に莫大な影響を及ぼしたマグニチュード 7.0、 最大震度7を観測した胆振東部地震を覚えていますか？北海道浦河は胆振東部地震の震源地に極めて近い場所にあります。また2023年には5月だけでも震度3以上の地震が40回を上回り、震度5弱以上の揺れは6回発生しました。1年を通して震度1以上の地震回数は2139回となりました。過去5年間で9753回と1万回近くの地震を記録しており、地震大国と言われている我が国日本では、いつどこで大きな地震が来てもおかしくはありません。それは元日から能登半島地震という最悪の幕開けをしてしまった2024年も変わらずに言えることでしょう。このチャンネルをご覧になっている賢い皆さんであればもうお気づきかと思いますが、過去に大きな地震を起こした場所では数年後にまた大きな地震を繰り返しています。過去に起こった地震を研究し、いつどこでどれくらいの地震が発生するのかを予測している方がいるのを皆さんはご存知ですか？能登半島地震は予知されていた。今から1年前の2023年1月に東海大学静岡県立大学客員教授で日本地震予知学会会長の長尾俊康氏は、1993年の能登半島沖地震、2007年の能登半島地震の震源分布を詳細に見ると、海岸線に沿って大きな断層が隠れているように見えます。ここでマグニチュード7クラスの活断層型地震が起こる可能性が高いと考えられます。地震予知研究のグループでも、近い将来能登半島内陸で非常に大きな地震が起きるのではと警戒し、観測網の強化を進めていますと警鐘を鳴らしていました。
また能登半島地震についても長尾氏は語っています。今回の地震は東日本大震災や関東大震災などを起こしたプレート境界型ではなく、1995年に起きた阪神・淡路大震災などと同じ直下型です。直下型としては1891年に岐阜県愛知県を中心に発生した濃尾地震に匹敵する規模で、エネルギーは阪神・淡路や2016年の熊本地震の4倍に相当します。発生を予測していたとはいえ、ここまで大きな地震になったことは非常に衝撃的です。能登半島先端部の群発地震で歪みが溜まった断層の割れ目に、地下深部から上昇した高圧・高温の地下水が染み込んだ影響が考えられます。断層の割れ目が流体で滑りやすくなり、条件が重なった結果、約 150km もの断層が動く巨大地震になったと推測されます。さて、能登半島の異常をいち早く察知し、警鐘を鳴らしていた長尾氏はなぜ、地震の発生場所と規模について予測が可能だったのでしょうか。長尾氏は気象庁が公表する地震の震源データを独自開発したアルゴリズムで解析しており、異常が起きているエリアを天気図に模してマップ化した地下天気図を随時作成しているそうです。今後30年間で震度6以上の地震が起きる地域、先ほど紹介した過去5年間の地震でも分かる通り、一度地震が起こると同じ場所や近辺で何度も地震が起こったり、地震だけにとどまらず建造物の倒壊、火災、地盤沈下、津波などが起こることも予想されます。自分や大切な人の命を守るためにも大きな地震が起きるであろうと予測されている地域を把握し、普段から防災の準備を行っていきたいところですね。それでは具体的にどこで震度6以上の地震が起こる確率が高いと言えるのでしょうか。これから起こるであろう地震に備えていくためにも、今後30年間で震度6以上の地震が起こるであろうと言われている地域を紹介していきたいと思います。地震大国の日本では、地震が起こる確率が 0% の地域は残念ながらありません。震度6以上が起こる確率が高い地域を紹介しますが、その地域に該当せずとも日本全国で地震が起こる可能性は十分にありますので、警戒していきましょう。まずは北海道では太平洋側で震度6以上の地震が起こる可能性が高くなっています。東日本大震災が起きた福島県、宮城県沖でも震度6弱以上の地震が発生する確率が高くなっています。次に東京都、茨城県、千葉県、神奈川県を中心とした広範囲の関東地方が確率が高くなっています。さらに東海地方から九州地方にかけて存在する南海トラフも震度6弱以上の地震が起こるのではないかと言われています。今後起こりうる震災では、この震度6弱以上の地震が起こるであろう地域ではどのような地震が起こると予測されているのだろうか。過去5年間において2023年と2021年、2019年に千葉県、2020年、2022年に2回茨城県周辺で震度5弱以上の地震が関東地方では起こっています。なんと関東地方では恐ろしいことに首都直下型地震も起こるのではと噂されています。首都直下型地震が起きると関東全域に大きな被害をもたらし、死者は23,000人、経済被害はおよそ95兆円に達すると想定されています。そして東海地方から九州地方までの南海トラフ、ここで予測されているのは史上最悪を及ぼすと言われている南海トラフ巨大地震です。南海トラフ大地震はマグニチュード 9.1 と想定されており、首都圏から九州までの広域に甚大なる被害を与えると言われています。過去に南海トラフで前代未聞と呼ばれる大地震が起きた際には最大震度7に値する地震が発生し、死者は1万人を超えたとされています。また先ほど紹介した能登半島地震を予測していた東海大学、静岡県立大学客員教授で日本地震予知学会会長の長尾俊康氏は、南海トラフ巨大地震の予兆についてもこう語っています。和歌山県と徳島県に囲まれる海域、紀伊水道エリアは2022年5月頃から活発化が続いている。このエリアではマグニチュード7規模にもかかわらず身体に感じないほど揺れが遅いスロースリップ型の地震が2018年に起きたことが分かっています。中長期的に見れば南海トラフ地震の前触れとして警戒すべきエリアであることは間違いありません。メカニズムは未解明ですが、歴史的に南海トラフで巨大地震が発生する数十年前から内陸型地震が増える傾向があるとされています。1854年に起きた安政東海地震の前も、1944年昭和東南海地震の前の40年間にも中国、四国や近畿を中心に内陸で地震が頻発しました。2020年から能登半島の珠洲市の近辺では群発地震が起きていて、2023年5月にはマグニチュード 6.5、 震度6強という地震も発生していますが、この3年の間にマグニチュード1以上の地震が約1万4000回も起きていたそうです。その群発地震の割れ残りが存在し、今回の能登半島地震が発生したと言われています。そしてこの群発地震の割れ残りが存在し大震災を引き起こすのではないかと言われている地域が他にもあります。なんと人口約160万人を要する福岡市です。福岡市では2005年に
にマグニチュード 7.0 で最大震度6弱の福岡県西方沖地震を引き起こした軽断層に割れ残りが存在すると言われています。2018年に北海道で発生した胆振東部地震もあの東日本大震災の割れ残りが原因で発生したと言われています。そう言われると説得力もあり、油断できない状況だと分かりますよね。いかがだったでしょうか。過去5年間で最大震度5弱以上の地震が1年あたり少なくとも7回以上、多い時には15回起きたことを考えると2024年も10回程度最大震度5弱以上の地震が発生すると言えるでしょう。いつどこで起こるかわからない大災害に備えて、家の耐震化や家具の固定、火災対策を行い、防災グッズの準備を行いましょう。またハザードマップで自宅や勤務先の周辺でどのような災害リスクがあるか調べておくことも大事でしょう。ではまた。